はい、こんにちは。フリーダムビデオメーカーのゆうきです。はい、こんにちは。フリーダムビデオメーカーのふわです。今回は今回はコロナが流行っている今、映像クリエイターの、はい、仕事の現状、はい、どうなっているかということについて、ね、はい、話していこうと思うんですけど。なるほど。僕は今沖縄に住んでいて、はい、沖縄でその映像制作がっつりやってるっていう感じなんですけど、うん、ヒロさんあれですもんね、ちょっと東京とか沖縄、まあ、ちょっといろんなところ行ったり来たりみたいな感じだったじゃないですか、うん、その中なんか影響とか固定の場所やってる人と、はい、そのいろんな場所行ってやってる人で、うん、なんかどんな違いがあるかっていうのを話していけたらいいかなと思って。分かりました。コロナの映像の影響について、もともと僕もいろいろ点々としながら、重いね、バックを担ぎながら、はい、いろんなところに撮ってるんで、はい、まあ、あの影響としては確かにその飛行機でね、いろいろどっか行ったりとか、撮りに行ったりすること結構多いんで、そのコロナの自粛期間に関しては、はい、どうするみたいな、クライアントの人が行くか行かないか迷って、行かなかったら撮らない、行くってなったら撮るっていう感じで、あの基本的には映像の仕事は進んでいったって感じなので、影響があったかなかったかでいうと、僕個人としてはなかったです、むしろプラスなぐらい。あ、そうなんですね。あのみんな周りがオンライン化を進めるじゃないですか。例えば実店舗とかで、まあ、僕お手伝いしてるところとかだったら、はい、例えば実店舗とかで実際に、はいはい、まあ、その教室を持っていたりとかするんですけども、はい、要はそれコロナでなかなかみんな来なくなっちゃったと。あ、なるほど。人が集まるんで、逆にそういうとこどうするかっていったらやっぱオンラインで、はい、やっぱりこうシフトしてやっていきたかったりとか、はい、もうその辺をもう本当に本格的にもう考え出したっていうので、それであの映像はやっぱ必要なので、プロモーション取ってオンラインで何かを、まあ、はい、スクールみたいなのを作ってほしいとか、そういうのでいろいろ映像を通していろいろ話が来たって感じですね。あ、なるほど、はい、どうですか。じゃあ僕は、まあ、基本的にもうずっと沖縄でやってるんですけど、はい、まあ、沖縄もそうです。なんか沖縄もともとコロナ流行る前とかってあんまりその意識的に、はい、その映像を作らなきゃいけないみたいなモードってなかったんですよ。はいはいはい、はい、それまでそのか仕事ね、はいはい、そんなたくさんどかどかってあるっていう感じじゃなかったじゃないですか、うん、東京とかに比べたら、うん、そういう意味ではその今コロナ自粛に一回なっちゃったから、もう一回もうみんなやっぱ店舗見直したりとか、うん、オンライン化しなきゃいけないとか、うん、結構やっぱその気持ちがこう強くなってきてるのか、問い合わせが今すごく増えてたりとかして、うん、まあ、需要がやっぱ伸びてるなっていうのがありますね。でやっぱそのもう早くこう取り入れてるところ、うん、東京の様子とか見てすぐにこう取り入れてるところとかはもう特にオンライン化していきたいから、そのオンラインのコンテンツを取りたい、なんかプロモーションではなくてオンラインのコンテンツを取りたいってすごい多くて、でまあそれだけだと結局その外に出していけてないから、その今いる顧客だけじゃなくて結局はその外にも新規顧客も取れるようなシステム組みましょうねっていうことで、まあ、プロモーションも結局やっぱ作るみたいな、そういうのが多かったりします。あ、なるほどね。やっぱ似てますね。まあ、似てますね。もともといたお客様が何をしたいかっていったら、今までは映像制作だけ、うん、まあ、要は店舗的に何か1個あったらいいかな、ロゴみたいな感じで1個あったらいいかなってところだったんですけど、今どっちか言ったら運営の方で絶対必要なものみたいな感じで結構みんな欲しがってるっていうのが今の現状ですね。なのでこれをまあ見てる人がもし映像制作のクリエイターさんだったら、その映像制作の先まで、まあ一個の方法としてはね、ただまあフリーダムビデオメーカーって僕たちがやってるみたいなスクールを作るだったりとか、オンライン化をしていくため その映像を通して何ができるかっていう提案していくっていうところ、ね、うん、逆にその店舗とかやられてる方だったら自分でまあ撮れるようなスキルを身につける、はい、こういうねビデオを撮るのも一個のスキルだと思うし、はい、そういうスキルをこう身につけるっていうのが多分大事になってくるかなっていう感じですよね、うん、そうですね。特に本当も今人をこう呼ぶの結構オンラインでしかも厳しい状況じゃないですか、うんうん、なんかねお店ポンって出して、うん、そこに人が来てくれるかって言ったらもう人いないし、うん、そうするとやっぱこうオンラインでね探すか SNS 運用していかないといけない状況がこう続いてると思うんですけど、うん、そういう時にやっぱ映像制作できるとめちゃくちゃ強いです、ね、うん、そうですね、うん、初心者の方もねこれまあ見てくださってると思うんですけれども、今の時代って本当に今一番依頼が来るのが YouTube できますかみたいな、はいはいはい、それ系が一番来るんで、うん、あの別に最初から難しいね、さっきみたいなオンラインのスクールとかそういう PV 撮るっていう話じゃなくても YouTube をスタートさせるそのためのお手伝いだったりとか、そういうとこからでもできるんで、うん、まずやっぱり大事になってくるのは基礎から、ね、初歩的なとこから学ぶっていう感じが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います、うん、映像制作のねオンラインスクール僕たちやってるので、そういうところとかを作る中ね、はい、もし興味ある方はぜひ入っていただいて聞いていただきたいなと思ってます。本当に時代が変わる中で過去のその情報だとやっぱ古いみたいなところがやっぱりもう最近早すぎて出てきてるんで、自分もやっぱり常に新しい情報を取り入れながらやるっていうのが大事にしているので、うん、まあそういうところが大事かなと思います。特にこの3ヶ月間やばいですね。やばい。マジでやばい、ね。本当激変ですもんね。激変。そのなんか悪い意味でっていうよりかは、うん、本当に改変されて、そうより良くなってるような感じですね。映像クリエイター的には。ゼロスタートなんで、今はもう駆け抜けたら、ね、めっちゃチャンス。めちゃくちゃチャンス。今回この動画で伝えたいこと、そういうことですよね。そう。コロナのおいて、まあ映像は関係ない。むしろプラスだってことで。むしろプラスですね。
なのでぜひ映像の勉強をね始めていただけたらなと思っています。もし映像ねやってみたいって気になるよって方はもう僕らの YouTube チャンネル結構作り方載せていたりとか、うん、僕らの作品ね見てあこういうのが映像業界その映像クリエイターの業界なんだっていうのをね知ってもらって多分どこのチャンネルにもね貼ってあるのでなんかこうぐるぐる回ってみてあいいなと思ったらその下の概要欄見てみて、うん、僕らのその映像制作スクールの内容とか、うんまあ、僕らがねそのどんな感じでクリエイターになって、ねうん、今この現状今ここにこう座っているのかっていうところまでお話ししてるので、うん、よかったらそれも無料で見れるので、はい登録して見ていただけたら嬉しいなと思います、ね、と思います。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。